こんにちは、矢心です。今回は含水経由を使用して発電機とヒーターを動かしてみました。今回の含水率は無負荷試験と同じ 28% です。テスト用の発電機はヤフオクで購入した、電容性 DA2405 です。既存の燃料タンクは外しました。発電機スペック。形式 DA2405。交流電圧単装 100V。周波数 50Hz。電流 21A。極数2。インバーターなしの発電機です。続いて、エンジンのスペック。メーカーヤンマー。形式 L40A。 排気量 199cc。 クランク回転数 3000rpm。 エンジン軸出力 2.5kW。 圧縮比20。燃料噴射圧 19.6MPa。 無負荷試験のエンジンと比較し圧縮比と回転数が低めです。設備の紹介です。今回は小型ファンヒーター3台と電圧電流計を使用しています。ファンヒーターは強運転と弱運転が設定可能です。3台で6段階の負荷の調整を行いました。負荷設備、強運転 760W、 弱運転 400W、最大負荷 2280W。 計測器 KWSAC301。 ヒーターは温度が上昇すると少し電流が低下します。試験中に負荷電流が低下する理由です。それでは試験開始。最初の指導は通常経由です。右上は計測器の拡大画面です。リコイルでエンジン始動。ヒーター負荷を約 1200W に設定。2000W 程度の発電が確認できました。早送り。通常経由での排気温度は摂氏262度。
チューブが透明化し断水経由に切り替わりました。下線200ワットで電圧と周波数に変化はない模様。断水経由で発煙は出ていません。20W% の断水経由は最大出力が 15% 低下。断水経由で排気温度の温度低下はない。なぜ？負荷変動での白煙はない。出力低下は想定通りでした。撮影外で通常経由の出力は再現性を確認しています。今回の実験では白煙が見えませんでした。
危険場所でも不完全燃焼の匂いを感じませんでした。白煙の有無は無負荷試験より回転数が低いこと、圧縮引き害などのエンジン構造が影響していると思われます。今後の検証予定。同じ負荷条件で燃料消費量を比較。ガス検知管で排気ガスの成分を比較。含水経由で材質影響やエンジン耐久性の検証。含水経由の短時間再始動や冷感始動を検証。このほか、実際の船舶や設備に使用する場合は詳細な検討が必要です。次回の動画は文献調査の予定です。この実験を応援していただける方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。続く。